こんにちは、リュウキです。今日はどのように告白したら成功しますかというタイトルでやっていきたいと思います。よくどのように告白したら成功しますかと聞かれます。告白の仕方で悩んでいる方がたくさんいらっしゃるのかもしれませんね。なので恋愛本や恋愛ブログでは振られる告白と振られない告白というのをよく見かけたりします。このようにしてください。このように言うといいですよとか、シチュエーションはこうしてくださいとか、このようないろんな告白の方法が書いていたりします。ですがそんなのはどうでもいいのです。なぜなら告白する前にもうすでに結果が決まっているからなんです。ですから告白の仕方なんて変に着飾るよりも普通に告白するだけで大丈夫なんです。男性が女性に告白する場合は多少なりともロマンチックなシチュエーションなど必要があるかもしれません。ですが女性が男性に告白するときは別に着飾る必要なんてないわけです。なぜなら告白する前に振られるか振られないかはすでに決まっているからです。なので別に LINE で告白しても大丈夫だし、目の前で告白しても大丈夫なんです。さすがに裸踊りをしながらの告白はやめてくださいね。普通に告白すれば大丈夫だということです。女性は少し迷っている男性にいい雰囲気で告白されたら OK を出してしまうかもしれません。当然そうでない場合もありますが、でも男性は告白の仕方云々よりすでに決まっているのです。要するにその時点で惚れているかどうかだけなんです。男性と女性が同じぐらい迷っている相手だとしたら、女性はいい雰囲気で告白されたら OK するかもしれませんが、男性は女性より OK しない確率が高いということなんですね。だから告白の仕方なんてどうでもいいわけです。つまりどんな告白の仕方がいいかを考えるより、その告白したい男性にとっていかにあなたが魅力的な女性になるかを考えた方が早いということですね。魅力的になればなるほど、あなたが告白しなくても相手から告白される可能性もぐんと上がりますし、そのためには相手にとってかけがえのないような魅力的な存在になるようにしてみてください。それには相手をしっかりとリサーチして、相手の嫌がることをしない、相手がしてほしいことを提供する、ただこれを意識しながら接していたらいいのです。すると相手はあなたを手放したくない相手だと実感してきますので、要はどんな告白の仕方をするにしろ、あなたが魅力的な女性になればなるほど告白の成功率が上がるということですね。なので告白の仕方を考えてエネルギーをそこに注ぐより、魅力的な女性になる方にエネルギーを注いでください。たとえ一回告白して振られたとしても、魅力的な女性になればなるほど相手を引きつける可能性が高くなりますので、例えば高校の時地味で気にも留めなかった女性が同窓会で会った時かなり垢抜けて魅力的な女性になっていたら、つい惹かれてしまったという感じです。これは男性にはよくあります。要は一回振られても次に会うまで魅力的な女性に変身していれば今よりいい感じになるかもしれないということですね。ですので告白の仕方を勉強するより、魅力的な女性のなり方を勉強する方がいいということになります。ぜひ参考にしてください。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございます。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。そしてあなたの幸せを心よりお祈りしております。